オルコメノスは古代ギリシアのアルカディア地方の都市である。トキディデスはアルカディアのオルコメノスと呼んでボイオテア地方の同盟の都市、オルコメノスと区別した。オルコメノスは戦死時代から存在する集落であり、マンティネエアの北方に位置し、テゲアとマンティネエアと共に西アルカディアの強力な都市の一つになった。都市の前世紀は紀元前7世紀から、 紀元前6世紀の間にあり、独自の貨幣を鋳造した豊かな都市に成長した。そのアクロポリスの遺跡は、オルコメノスの近代的な存落の背後の山上にある。オルコメノスは当初、アクロポリスの麓の四方を山に囲まれた平野に建設された。その後町の最も重要な遺跡が発見された西の山上に集落が建設された。対して、 オルコメノスの近代的な存落がある低い平野は、アンキシアと呼ばれる低い丘によって南を囲まれており、マンティネアの領土から分離されている。北には、オリグリトスと呼ばれる非常に高い山地があり、ペネオスとスティウムパロスに通じる道があり、東と西には南北に並行して連なる日本の山々がある。平野は、東部と西部域から突き出た丘によって2つに分割され、 二つの丘はその間に警告ほどのわずかなスペースしか許さないほど接近している。西部の丘の頂上にはオルコメノスのアクロポリスがあり、高さ900メートル近く、メッセニア地方の糸目の強力な要塞に似ており、校舎と同様に二つの平野を支配していた。平野の南部の水域は警告を通って平野の北部に流れ込み、地表に水が流れ出る場所がないために大きな湖が、 形成された。二つの平野は閉じた盆地として特徴づけられ、今日でも雨水を排水するための大規模な溝と、ポナ穴と呼ばれる自然の地下排水口及び人工のトンネルがある。しかしその排水能力は不十分であり、パウサニアスの時代にあった湖は現在はなくなっているが、冬の降水量が非常に多い場合、現在でも一部の農地が浸水したり、一時的に、 湖ができることがある。オルコメノスの平野の北西辺の骨さに残る古代の排水施設。オルコメノスについて最初に言及しているのはホメロスのイリアス二巻の軍船表でトロイア戦争に参加したアルカディア地方の都市の一つとして家畜が豊かなと謳われている。オイディウスは肥沃な実り豊かな東体ロドスのアポロニオスはトんだと謳っている。パウサニアスは アルカディア王リュカオンの息子である同盟の英雄、オルコメノスによって都市が建設されたと述べている。しかし、アルカス王の死後、彼の支配権は三人の息子の間で分割され、そのうちエラトスはオルコメノスを領土として得たという伝承があった。オルコメノスの王は、アルカディア地方のほぼ全域を支配したとも言われている。パウサニアスはまたオルコメノスの王のリストを伝えている。 これらの王の一人、アイクミスの息子アリストクラテスは、アルテミスヒムニアの幼い未婚の女神官に手を出そうと、したが、少女は終始抵抗したため王は彼女に乱暴を、働いた。これを知った、アルカディア人は王を、石打ちの刑に処した。王権は、息子のヒケタス、さらにその息子アリストクラテス二世に受け継がれた。アリストクラテス二世は、第二次メッセニア戦争の際に、 スパルタ人から賄賂を受け取って、メッセニアを落とし入れたため、祖父と同じ形で処刑された。彼は、アルカディアを支配した最後のオルコメノス王だったようだが、しかし息子のアリストデモスが、都市の王として描かれているのを見つけることができるので、彼の一族はいくつかの天居で述べられているように、オルコメノスの王国を奪われていなかった。実際、地理学者テオピロスは、 オルコメノスの王ペーシストラトスがペロポネソス戦争の貴族によって殺害されたと語っているため他のほとんどのギリシャの都市で王政が廃止された後もオルコメノスでは長期にわたって王権が存在し続けたらしい。ペルシア戦争ではオルコメノスは120人をテルモピュライの戦いに600人をプラタイアの戦いに送った。ペロポネソス戦争ではスパルタ人は アルカディア地方の人質をオルコメノスに預けた。しかしその時都市の城壁は荒廃した状態だったので、紀元前418年にアテナイ人とペロポネソス同盟が都市に対して侵軍した時、オルコメノス人はあえて抵抗せず、人質を手放した。メガロポリスが建設された時、オルコメノス人はテイソア、メテュードリオン、およびテウティスを支配していた。 これらの都市の住民はメガロポリスに移され、その領土はメガロポリスに割り当てられた。オルコメノス人はマンティネアに対する敵意からアルカディア同盟への参加を拒否し、マンティネアと戦争をした。それ以降、オルコメノスは政治的重要性を失ったが、その支配的な状況からその領土は後の時代にしばしば後戦国の標的となった。マケドニア王。 カッサンドロスとポルペルコンの戦争では、前313年に、前者の軍事力の前に陥落した。その後、アイトリア人の側を支持し、紀元前234年頃に、ネアルコスという支配者の下で、アカヤア同盟に合意した。前229年にアイトリア人の目認で、スパルタ王クレオメネス3世に引き継がれたが、前223年に、 マケドニアをアンティゴノス3世土ンに奪取され、マケドニアの守備隊が廃棄された。その後、ローマの圧力の下で、フィリップ5世によってアカイア人に返還された。ストラボンはアルカディアの諸都市の間でオルコメノスの名前を言及したが、それらの都市は消滅したか、痕跡がほとんど残らないほど小さくなっていた。しかしこれはパウサニアスから判断すると誇張のように見える。 パウサニアスは、他の遺跡の中でも、泉とポーセイドン及び、アプロディテの神域は、見応えがあり、また、都市の近くに立つ大きな杉の巨木の中に、アルテミス・ケドレアティスと呼ばれる、アルテミスの木彫心臓があったと述べている。オルコメノスのコイン。オルコメノスの発掘は、アテネ・フランス学院のメンデルラの指揮の下、また後に、テオドール・スピロプーロスによって行われた。 発掘によって多くの遺跡の存在が明らかにされ、現在では古代の劇場、アゴラ、死の城壁やアルテミス・メソポリティスの神殿を含む遺跡を見ることができる。また発掘中に確認された他の遺跡にはブレウテリオン、戦死時代の墳墓、アルカイックキの橋などがある。これらのうち最も重要な遺跡は4000人を収容できる劇場である。 アクロポリスのある山の東側の斜面、標高800メートルの位置に建設された劇場からは文化的な行事の最中に壮観な景色を眺めることができた。南から町に近づくと左側にパウサニアスによって記述された石で築かれた墳丘墓がある。アクロポリスの下には貴族の墳墓があり、その向こうにはパウサニアスがその場所で、 最も注目すべきものの一つとして言及しているテネイアイと呼ばれる泉があり少し先にヘレニズム時代のアミロスの遺跡がある南部の平野には古代の運河があり周囲の山から渓谷を通って北部の平野に水が流れているカタリマタには戦士時代の排水施設を備えた戦士時代の集落があり近隣のパレオピルゴスにあるミティカスの丘には ミケーネ時代の定住地と古代の聖域がある。オルコメノスの山の北側の斜面にあるアンキシアはアルテミスヒムニアの神殿であり、最も古くから全てのアルカディア人によって崇拝されていた。その位置はおそらくレビディの東にある聖母マリア教会がある場所と考えられる。ありがとうございます。